2010年コピアポ鉱山落盤事故への反応では、2010年のコピアポ鉱山落盤事故に対する反応と協力について述べる。コピアポ鉱山落盤事故では、チリ共和国コピアポ近郊のサンホセ鉱山で起き、崩落によって33人の鉱山作業員が688メートルの深さの地下に取り残され、救出には69日を要した。 鉱山作業員らが発見され、その歴史的な救助が開始されると、世界的に注目されることになり、2000名を超えるメディアの記者らが、サンホセ鉱山からリポートした。各国の元首は、救助を願い、救助が成功裏に終わると祝福した。女王エリザベス2世に、鉱山の岩を贈るピニエラチリ大統領セバスティアン、ピニエラと夫人のセシリア・モレールは、 救出に立ち会い、鉱山から助け出された、作業員一人数とに声をかけた。ボリビア大統領エボ・モラレスもその場に駆けつけたが、ボリビア人作業員、カルロス・ママニの救出には間に合わなかった。救出後に行われたピニエラのヨーロッパ訪問の際には、救出成功の知らせを聞いたジョー・エリザベス2世に招待され、ピニエラは、ジョーに越見する機会を得ることになった。 ピニエラは、鉱山の岩を女王とキャメロン首相に送った。作業員全員が救出されると、ピニエラは、チリを称賛する熱のこもった演説を行い、全チリ人の大統領であることを誇りに思う、と述べた。ピニエラは9月に、チリが、建国200年を迎えたことに触れ、アンドセッドザ・マイナーズ・ワーレス・キュード・ウィズ・ユニティ、ホープフェイス。ピニエラは、 支援を申し出てきた国々の中でも、ベネズエラのチャベス大統領とボリビアのモラレス、大統領に対する感謝の意を示し、一方で鉱山の崩壊を招き、救出作戦を強いることになった責任者は罰せられる、と述べた。アンドセッドゼアウッドビーエー、ニューディールウィズザワーカーズ事件は、チリ国内外で関心を呼び、多くの人々が、作業員を、ええ、有した。 全員救出の後、チリ全土の消防署で、サイレンが鳴らされた。インコピーポ、サウザンズオブピープルチアード、ダンストウェプトデューリングザレスキュアズピープル、チャンテッドロングライブチリ、救出作戦の模様は、全世界の報道機関により、生中継された。各国の報道機関の反応は、熱狂的なもので、救出の記事は、 全世界で新聞の一面を飾った。Not only was the rescue from the greatest depths of any such operation ever, but the miners had waited to be found, let alone rescued, longer than any other survivors who had.Ever been in their predicament, a number of foreign leaders contacted Piniera, to express solidarity and pass on, congratulations to, チリホワイルザレスキューエフォーツはオンゴイング。インクルーディングアルゼンチンのクリスティーナ・フェルナンデス・デキルチネル、コロンビアのフアン・マヌエル・サントス、ベネズエラのゴ・チャベス、ブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ、ペルーのアラン・ガルシア、ウルグアイのホセ・ムヒカ、ポーランドのブロニスワフ・コモロフスキといった各国の、大統領、イギリスのデイビッド・キャメロン、スペインのホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロといった各国の、 首相アメリカ大統領のバラク・オバマ、イギリス首相デイビッド・キャメロン、ローマ教皇ベネディクト。十六世はオファード・コングラチュレーションズ・ツーザ・コーディネーターズ、オブ・ザ・レスキュ・ー・アテンプト＆アオール・ソー・ツーザ・マイナーズ、ゼム・セルブス・フォーゼア・ブレイブリー、ブリティッシュ・プライム・ミニスター、デビッド・キャメロン、セッド・フロム・ザ・ハウス・オブ・コモンズ、iam、シュアー・エブリワン、ウッド・ライク・ミリオン・ゼア、ビハーフ・ツーセンド。 ベストウィッシーズツーザプレジデントピープロオブチリアズ、ゼセレブレイトザトラップドマイナーズ、カミングツーザサーフェス。アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマもピニエラに電話し、作業員の全員救出を祝うとともに、作業員やチリ人民を称賛した。国連事務総長のハン・キブンも救出翌日に、ピニエラ大統領に連絡を取り、国連報道官のマーティン・ネシルキーによれば、 チリの民衆や英雄的な鉱山作業員の家族と共に人類のコーチと精神力の類まれなる勝利を祝ったというサウスアフリカンプレジデントジェイコブズ・マセッド・ハビングエース・トロング・マイニング・カルチャー・ライクチリウィーサウスアフリカキャンフリー・エンパサイズ・ウィズ・ザ・フィアーズ・アンドアングザエティーズ・オブ・ザ・ズザット ハブサファードディステリファイングエクスペリエンス。10週間に及ぶ隔離生活を経ながら一人の人命も失われることなく完璧な成功を収めた鉱山作業員の救出はロシアでは嫉妬を持って受け止められ多くのロシア人がなぜ我が国にはこのような事例がないのかと問いかけることになった。ロシアで起きた直近の鉱山事故としては2010年5月に シベリア南部のメジュドゥレチェンスク近郊、ラスパドスカや炭鉱で起きた事故が挙げられる。この際は、鉱山作業員と救助要員90名が犠牲となり、安全措置の欠如が災害を引き起こしたとして、批判を浴びた。ブロガーのゼルヤは、チリの鉱山で救助活動が完遂されたのは、セルゲー・ショイグが参加していなかった。 という事実によるところが大きいと、ライブジャーナルに設けたブログで述べた。ドミートリー・メドベージェフ大統領は、チリ大統領セバスティアン・ピニエラにあてたメッセージの中で、救出作戦は、一つの目標に向かって結束した人々の意志と勇気があれば、いかなる困難な挑戦であっても成し遂げられることを示したと述べた。チリで33人の鉱山作業員が無事、 救出された知らせが届けられると、中国では脱出カプセルと退避施設の問題が議論された。アンアンダーグラウンドマインレスキューチェンバー・イズ・ビリーブド、スーハブ・プレード、エイキー・ロール・ジリで鉱山作業員が救出された直後の10月16日、河南省宇州市の炭鉱でガス爆発があり37人が死亡した。事故後に開かれた会合において、 国家安全生産監督管理総局の、楽林局長は、退避施設の整備に言及した。マインズ・ウィン、チャイナ・ワーツ・ハブ・アンダーグラウンド、エスケープ・カプセルズ、アンド・アザ・エマージェンシー・ファシリティーズ・バイ・2015、アコーディングツー、エイプリービアス・アドミニストレーション・ワーク・スケジュール、三聖省で、ロアン集団が運営する、常村炭鉱は16の、脱出カプセルと7つの退避施設を備える。 こうした安全設備を備えた炭鉱は中国発だと中国青年法は報じている。報道によれば脱出カプセルは6.3メートル ×1.4 メートル ×1.8 メートルの金属製でガス爆発の衝撃に耐える。また酸素を貯蔵し空気の浄化装置と空調を備え12人の鉱山、作業員が96時間にわたって生存できるという。 チリ政府は救助の一部始終を独占制中継し、映像は全世界の放送局に無料で提供された。中継はチリの国営放送局 t v n との契約のもとに行われ、同局は45名からなるチームを派遣した。救助カプセルが地下に到達すると、鉱山内部の映像も提供されるようになった。一方、救助を報道するために、 全世界から2000人もの報道関係者が現地に集まり、鉱山に近いコンピメントエスペランサに滞在した。報道関係者の国籍は様々で、中にはイエメン、イラン、ロシア、フィンランド、中国、朝鮮民主主義人民共和国、日本といった遥か遠方の地から来た者も,もいた。チリの t v 司会者、ドンフランシスコは現地からの実況放送において、こんなに メディアの関心が集まっているところを見たのは1969年のアポロ11号機関の時以来ですと述べた。こうして現地から送られた報道は注目を集め、最初に救助された鉱山作業員フロレンシオ・アバロスが地上に引き上げられた場面は全世界で約10億人がテレビを通じて見守ったと見られている。インターネット利用状況の観測を行っている。 赤米は、最初の鉱山作業員が救助された火曜シニアの時間帯は、通常より20%もウェブトラフィックが増加し、また同社が、全世界のニュースサイトのアクセス状況をまとめた、ネット有勢人インデックス4ニュースにおいて、チリの鉱山作業員救出の記事は2005年のサービス開始以来5番目に読まれた、オンラインニュース記事となった、と報告した。 新聞での扱いも大きく、救助の記事は全世界で一面に掲載された。スペインのナバーラ大学で行われた研究によれば、救出活動に関する報道が全世界のメディアのもたらした影響は、この年にチリで起きたもう一つの大事件、すなわち2月に中部で発生した大地震に比べてはるかに大きかったとされる。世界中の多くの企業及び政府が 生存者救出のために支援に尽力した。チリアメリカ合衆国、鉱山会社は、救助を待つ、鉱山作業員の家族に対し、砂漠の厳しい寒さから身を守るジャケットを提供した。これを機に作業員やその家族には、一般人から政府機関に至るまで様々な立場の人々から、支援が寄せられるようになり、 特に作業員の生存が確認された以降は、その動きは強まった。電話会社は作業員の家族、救出にあたる人々、記者の携帯電話による通話を無料とし、政府は現場に無線ンを設置した。チリ南部の漁業者からは大量の魚の切り身が送られてきた。道家氏や歌手が来訪して、 公演を行い、家族を鼓舞する役割を果たした。A Beauty Clinic in the nearby town of Copypo, Provided the Miners, Wives with Macabars, 事故と救助の成功を受けて、書籍の出版や映画の制作が計画されている。Under the Earth, The 33 Miners, That Moved the World と題する、書籍の出版が予定されているほか、イギリスでもガーディアンの寄稿者。 ジョナサン・フランクリンが33面ベリード・アライブザ・インサイド・ストーリー・オブ・ザ・トラップド・チリアン・マイナーズと題する書籍を2011年初頭に出版する予定である。There have been some rescues from even greater depths.C.For example The Beacon's Field Mine Collapse ありがとうございます。